タさん、僕この曲がボカランで1位になったらシルズ受けるよ。勇気が湧いてくるような、そんな気がするんだ母さん。今回の衆院選から撤退するとしていた幸福実現党が立候補予定者から異論があったことなどから結局撤退しないことになりました。ただ300の小選挙区全てに擁立するとしていた候補者の数は最大で40から50減らすとしています。幸福実現党は先月の東京都議会選挙に10人の候補者を立てましたが全員落選しています。私たち幸福実現党の3つの大きな施策というのが、一つは北朝鮮ミサイル基地の攻撃です。これ明確に言っています。日本に撃たれる前に攻撃します。そして2つ目は消費税の全廃、そして3つ目人口3億人を目指しての人口増政策。この3つを大きな政策として訴えて私たちは衆議院選に臨んでいきます。どうか皆さん一緒に頑張っていきましょう。核ミサイル阻止ということで、幸福実現党は敵地先制攻撃もあり得ると宣言しています。これは決して右翼の思想でもなく過激な思想でもないのであります。すでにお隣の韓国では万が一に備えて敵地先制攻撃の方針を正式に決定しております。そして北朝鮮の地下基地を攻撃するための地下貫通弾をアメリカから購入してその事態に備えているんです。それが国際的に見た常識であります。幸福実現党はそうした常識的な
政策を訴えており、そして拉致問題は北朝鮮の国家犯罪であります。私たちはこの問題を、絶対に許すつもりはございません。キム・ジョンイルは国家として拉致したと認めているわけでありますから、キム・ジョンイルに責任があります。私たちは自衛隊のレンジャー部隊を北朝鮮に派遣して、そしてキム・ジョンイルを生け捕りにして、そして東京地裁で裁判にかけるべきであるとマニフェストで訴えております。それが諸外国の常識であるんです。私たち幸福実現党は迫り来る北朝鮮の危機に対して、まさに国難来たれりということで立党したのであります。この問題を真剣に選挙の争点にして、日本の国家安全保障を立て直さないと10年以内に国が滅びる危機感で立党しているのであります。小池先生は私どもが掲げているドクター中松先生の北朝鮮のミサイル U ターン技術にも理解があられ、そして敵地攻撃論にも理解のあられる先生でございます。この小池先生の防衛政策にかける思いに私もかけ、再び安全保障の問題に取り組んでまいりたいと思います。小池先生、どうぞよろしくお願いいたします。今朝も東京から出てくる前にですね、朝、夕明け頃に安倍元首相の守護霊がやってきてらっしゃる、モーニングコールにやってらっしゃいまして、お越しに来て話しかけていらっしゃったんですけど、当選の日ですけど何のご用でございましょうかということで、話聞いたんですけども、一生懸命謝るんですよ。私にとって謝るんです。なんで謝るかというと、幸福の科学さんに大変迷惑をかけたということを言っているんですね。